はい、皆さんこんにちは、ゲームイズモンストハンナウシカノです。はい、皆さんこんにちは、ゲームイズモンストハンのシロです。はい、今回は、アシャの超絶ですね、はい、に、まあ、解説で、はい、今回は、2人で、しろこうかなと思ってます。はい、でこれはまあ自分がね、はい、ソロで、撮りました。でまあ普段というか、まあ、これでね、はい、これに近いパーティーで自分はアシャ運極にしたんですけど、まあ運悪自分ドラクエラ使ってました。お、あ、ドラクエラ使ってたんですね。珍しいですね。みんな起きたとか結構そうですね。で、うん、あの普段山竹とかね、そのあとスタノーが重心化する前に自分作っちゃったんで、うん、今どんなもんだかっていうね、あのまあ、うんうんうん、あの友情が強いから今だいぶ水属性揃ってきてるんで、 そうですね、それでまあ行ってる感じなんで、うん、かなり、はいはい、道中楽でしたね。そうですね。だいぶこんなに楽になっててびっくりしちゃう、うん、ちょっと。あ、そうですよね。もう完成してからスサノオとか、そうそうそう、ダルタニアンとか出てきましたからね。うん、自分の時だってカンウと上杉ですもん、はい、自分もそうですね。カンウと上杉でずっと回ってで、どっちかっていうとね、うん、まあ、遅延して、はいはいはい、クリアタイムも遅めになるというか、うん、ちょっとダミーソースとなるのがね、カンウぐらいしかいないし、うん、友情がそんな強いわけじゃないじゃないですか。そうですね、確かに爆発とか、ね、そうそう、でもやっぱね、やばいっすね。まあ、今回ね、うん、一応超絶で山竹も入れてますけど、はいはいはい、まあ、山竹も強かった、十分。そうですね、山竹はまだね、あれですよね、連れてる方も多分多いんじゃないですか。砲台とかね、はい、役立つ。でもここは、うん、まあ、下2体倒してね、はい、降りてきたのを倒して上倒すっていうのも全然あり、そうですね、で上から最初に行く人も多分いると思います。そうですね。で第2ステージです。はい、第2ステージ。ここはまあ、最初の4ターンは、はい、四隅の鬼をまあ倒しに行くのがいいですね。そうですね、鬼をね、はい、穴に隠さんだ打ってきますもんね。そうそう、でも自分1体は別にね、うん、あん中にいて今残ってますけど、1体はね、残大体いつも残してる、うん、砲台役になるからっていうのもありますよね。4体全員で自分は行かないですね。まあ、記事の方は、はい、避難、4体とも避難した方が、まあ、そうですね、ダメージは ね、まあ、ージはね、抑えれるとはあるんですけど、うん、1体だったら全然、はい、鬼のね、拡散弾が重なってもそこまでダメージにならないんで、満タンだったら全然大丈夫だと思います。はいはい、で今回みたいに他の味方はなるべくサイドに寄って、そうそうそう、うん、でも引き続き、サノは攻撃していくと、うん、でも砲台ができるって状況ができるんですよね。そうそうそう、結構山竹でもいいんですかね、やっぱ真ん中に。ああ、いいと思います。ほんとスタノーは斬撃が、ね、はい、あるのがびっくりですね。まあ、近くのほんとんと、ね、で重心化だからサブで威力も落ちてないですからね。そうそうそう、結局強いですよね。で今回ね、一応情報修正された後のドラキュラなんで、うん、SS 弾短縮あるんですよこいつ。お、じゃもう撃てるからね。はい、これランダですよね。ランダだけどランダ、これ別にあれですよね、そんなダメージソースにならないやつ、ね、ならないですよ、ね、まあ、はい、出て、うん、よくて60万とかじゃない、はいはい、弱点でだから別に強くはないんですけど、うん、まあなんだろうな、特にね、アシュラ戦はボス戦、はい、配置が重要じゃないですか、うん、あ、そうですね、だから確かに、避難しに行ったりね、はい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 、ちょっとここ絶対鬼倒したいとかで、うん、まあ配置しつつこう密着できるのが、まあ、ドラクエちょっといいですね、うんうん、あ、じゃあもうそのランダーはダメージってよりは配置とかに使うってことですよね。そうそうそう、うん、なるほど、確かに。でもそうですね、私カンウいないパーティーっていうのは結構新鮮なんじゃないですか。他の方は結構カンウ、確かにカンウとかね、上杉が、うん、まあ、今までねデフォルトだったと思うんですけど、はい、まあ、それも本当変わっちゃったんでね、今多分下の台積みとか、ね、うん、はいはいはい、ね、普通に誰かの入れたりが絶対強いと思うんですけど、間違いなく、うん、あ、早いしね。こことか希望になってましたよね。そうそう、ここで今ジュージエーザー来たと思うんですけど、はいはい、左右真ん中をね、うん、アスラだっけ、アスラを倒さないと、レーザーの、ね、うん、ダメージかなり大きいんで、そう、交互にね、撃ってくるんですよ、そうそうそう、十字レーザーを、うん、なるべく倒したいんですよ、ね、なるべくね、もう、うん、確実に個別撃破していくみたいな感じ、はい、でも、本当今だったら全然びっくりしたな。そうですね、でも前だと、沖田だったりとか、ね、うん、あと上杉とかで貫通が多かったんですよ。そうそう、なんでここがかなり突破難しかったんですけど、うんうん、ちゃんと ね、そう、ああいう床に、うん、床踏んでなんかこう、うん、ヒット数ダメージ稼ぐみたいな感じだったけど、今もう、ね、当たりに行けばいいから、ね、確かにもうね、そうそうそう、友情発動してればいいっていう状況にはなっちゃった、うんうん、まあね、ダルタナはね、持ってない方結構多いかと思うんですけど、はい、まあ、フレンド湧いたらね、うん、今回もフレンド枠で使ってるんで、はい、フレンド湧いたらちょっと積極的にアシュラの時はダルタナいいんじゃないですかね、うん、山竹とかのね、ボス戦入ったらまあ分かるんですけど、うん、山竹の貫通変化とむっちゃ相性いいんですよ。あ、いいっすね。もうだから山竹で弱点多くするよりかは、うん、ダルタナで引っ張った方がいいみたいなまであるんですよ、うん、まあ、今マッチしましたけど、そうそう、まあそこね、はい、はい、まあこれ多分もうこれもほとんどの、ね、方は多分知ってると思うんですけど、はい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 、左右は、うん、入りやすい、そうなんですよね、シールドとないから、ね、うん、そうそう、運が良ければもう一発でそれ終わっちゃうんで、確かに、そう、弱点次第にはなっちゃいますけど、そうです、入るのはいつでもできると、まあでもここね、一応ボス前の、はい、最後の通常ステージなんで、うん、はい、ちょっとね、
配置はした方がいいですね。下に行くか上に行くか、ねうんまあ、今回は自分はね母性チームをいきなり SS 使って基本的に1ターンで抜ける、うん、1ターンか2ターンでそう避難しない、うん、あのスピードアップスピードダウンか、うん、スピードダウンされる前に倒す自分は、はいはいはい、これ使ってるんですよ。そうですね、ああもうやっぱ使って一発目でこれ位置が配置はかなり良かったんで、うん、そうですね、だってね引っ張りながら、うん、であの次ね、うん、上に足が出てくるんで、はい、上に配置した方がいいですね。はいはい、これ強いっ、これが相性いい。そうそう、これが相性いい、これが相性いい、これが相性いい、ほんと強い、はい、これ強いね、こうなったらやばいっしょ、やばいっすね、確かに。だからアシュラなんてね、そうそう、あと 上,、はい、上これやるだけだから、はい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 、結構ね、うん、あのアシュラのボス戦は1戦目が難しいんですよ。そうですね、どっちかっていうと、うん、確かに避難も結構難しいですよね。そうそうそう、あれ他のね、うん、アシュラのこの1戦目、あ、2戦目以降は割と避難しやすいんですけど、1戦目結構ね、避難できない方が結構多いかと思うんで、前のマップからやってて、そうそう、そういう方は絶対ね、うん、1ターン目で SS も使えるようにして、うん、1ターンでね、アシュラを倒す、はい、これ結構ね、うん、いいと思う、まあ、最悪あれですよね、あの爆発前に倒し切っちゃえば大丈夫ですから、そうそうそう、うん、あ、これですね、とりあえず上に行きたかったんで、うん、配置で使う、はい、そうそう、で鬼も倒せるからいいですね。鬼も倒せるんですよ、ね、倒せるんですよ、うん、絶対。でここもね、あと、うん、一旦あのショットガンが来るんで、はい、まあ上に行きましょう、はい、もしくは下行ってたらね端っこに行って、うん、なるべく左目で、そうですね、もうなんか無理に上に行くっていうよりは、そうそうそう、下で離れて、うん、左右に、離れとけばそこまで大きいダメージにならない、うん、あとは、まあカンカンとか、うん、上で ね通常で、まあ、ここで SS 使うってあんまりないとは思うんですけど、そうです、ね、早く上側で使ってもいいのかな、うん、あ、40ここ使わない、うん、そう40ターンスピクリなんでね、そうそうそう、別に 1,2 だったら使っちゃっても一応たまに直す、多分最終戦でまた多分使えます、うん、ただね最近もうねその男とかアルタニャンの友情コンボ強いキャラ積むと最初の方に使ってたまり直さないってことがね、あ、逆に、はい、結構あるんでその辺はねちょっと注意してほしいですね。確かに、うん、23どれぐらい自分がかかるかって分かったんですね、うん、はい、ね、やっぱ強い、強いこのパーティーやばいですね、うん、はい、だ結構やっぱスサノオダルトには複数積むとね、もうアシュラぬるげーぬるげーってみんな言ってますから、ね、本当ね、うん、自分も運極になってからね、うん、全然回ってなかった、はいはいはい、これでね久々回ったんですけど、うん、やっぱ違うわ、うん、でもそうっすね、絶対これ待った方がいいよね、かなり楽にはなった、管理とか絶対入れないもん自分だって一時期あのダメージオールない起きた進化とか言ってましたから、ね、あの火力足りない、はい、うん、で単調性とかそういう人もいますよね、はい、はい、次が、ボスさんですね、うん、はい、ボスさん、でここはまあ右側にこういう風に足が出てくるんで、足ね、まあ最初はね、うん、白爆発が来るまでは、左側のこのブロックの内側、はい、外側か、ブロックの外側にまあ配置しておくのがいいですね、左下の数字がね、白バックなんでね、そうそうそう、他結構ね、うん、まあブロックがやらしいんで、やらしいですね、なかなかちょっとね、うん、最初にアシュラだけを倒しに行くっていうのが難しかったりするん で, んですよ、ね、ここはちょっと普通に成功法で行った方がいいかな、はい、避難するっていうのがいいかもしれない、ね、滝倒すっていうのは結構難しいですからね、難しい、ここ、うん、で結構あのロブのレーザーがうざいんで、はい、一体はまあね、うん、爆発前に倒しとくっていうのがありっちゃいますけど、ね、もう避難が無理そうだったら、そうそうそう、無理しないでロボットの勝利に入る、そう、まあ、今回ちょっとね、うん、ハートも育ってたんで、はい、山竹一体受けてますけど、はい、まあ、ハート取って、うん、うん、そうですね、はい、金ハートで、そうか、いいな、これいいパーティーなんですね、なんか、うん、いや本当ね、うん、まあ、山竹のところも、うん、ね、スタノーにするともっと多分早くクリアできる、まあ、確かにそうですね、結構反射3体だから避難しにくいかなと思ったんですけどね、結構ドラキュラのあのランダー SS だったりで避難できたり、うん、まあ、山竹も最悪貫通変化で避難できますからね、そう、うん、本当にドラキュラ自分好きなんですよ、まあ、ステータスが高い、うん、何より高いですね、うん、ドラキュラはあのルイとかもね、うん、結構いいって言うんですけど、はい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 、ステータスが低いから、ね、うん、ザコがね倒しきれないこと結構あるんですよ、はい、簡単に、まあ、確かにそうですね、だと SS も結構アシュラ戦とは相性悪いですよ、ね、そうなんですよね、そんなに良くない、うん、はい、で最終ですね、はい、最終はあともう SS 上でね、はい、使うだけですね、まあ、SS 使う、そう、もうこのパーティーだったら本当火力が高いんで、はい、下のザクは別に倒しに行かなくてもいいかな、そうですね、下のザクはいつもどうしてる、僕は倒さないです、ね、ですよ、ね、はい、自分も倒さない、うん、一番最初もう上に避難しちゃうんで、うん、下のザクも無視、そう、ここちょっとなんかね、うん、あっちまで行っちゃったんですよ、私ドラキュラに言うこと聞いてないじゃないですか、弱点言いたかったんだよ、なるほど、なんかそうそうそう、両親は見てる感じ完全弱点いったなとは思いましたよ、そう言ったなと思ったらね、うん、なんかあんな、あ、確かにね、反抗期ですね、なんか死んだけど、うん、あそこまで行っちゃったんで、そうですね、で極力ショットガンを受けれそうだったら速度ダウンね、切れてから SS 使った方がいいです、そうそうそう、ここは、うん、
まあ、スタノーとかね速度で結構火力変わってくるんで、変わってきますね、うん、まあ本当、うん、まあ山崎スタノーはスピード本当重視なんで、重視ですね、もう、はい、あんま使わないからもう大体のマークも使いますね。そうですね、ヒーリングオール展開ですからね、そうそうそう、うん、確かにダータにはそうヒーリングオール展開できるのいいんですよね。そう、かなり自分のターンの1個前かまで、うん、展開してるんですよ。でも多分これ次で山崎ヒップ、うん、ああ、はい、ダータに引っ張って覚えてます。そうっすさっきの相性いいっていうのが見れるんですよね。ダルタニアやばいな、相変わらずやっぱ火のダメージオールクエストでは無双中ですもんね。もうやばいね、うん、そのダルタニアもねもう今ダメージオールトップクラスやばいなやばいなやばいねこれがねちょっとダルタニア強いってなりましたね。はい、ダメージオールこれで、はい、足はね本当にいかがでしたでしょうか、うん、まあ、今回は、うん、まあ降臨2の、まあ、うん、ガチャゲン2で、まあ、そうですね、フレンドでね、ダルタニア連れてきてますけど、うん、まあ似たようなねパーティーが組める方は、うん、こういうパーティーで行った方が絶対早いです。そうですね、まあ、レーザーだったり、うん、共有場結構メインでやってましたね。そうそうそう、うん、でね、はい、ドラキュラあんまり多分ね、うん、使ってる人少ないと思うし、そうですね、あんまりドラキュラ使ってる動画ちょっとね、うん、自分も見たことなかったんで今回ちょっと出しました、はいはい、なんでドラキュラの曲持ってる人もねぜひちょっと情報修正されたんで使ってみてはいかがでしょうか。う、ね、ついでに、はい、はい、今回も、ナウシカのと、はい、シロが、はい、お送りしました、はい、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。